で入れるバージョンと入れないバージョン両方編んでいきます。エクステを入れないバージョンを最初に編んでみます。コーンローって裏編み込みなので最初は3つに取ったら後ろに後ろに毛束を取っていきます。実際に編むときはハードスプレー振りながら編んでいくと細かい毛まできっちり編めます。しっかり下の毛を引き締めながら少しずつ編んでいきます。1日2日で外すような一時的な場合であれば普通のこういう100均とかに売ってるゴムで縛っちゃって全然いいと思います。編み終えた毛は邪魔にならないように止めしっかり止めておくとやりやすいです。この2本だけエクステを入れようと思います。3つに取った毛をあとはひたすら裏編み込みをしていきます。短いピンっていう毛をうまく出ないように綺麗に編み込んでいきましょう。
かり左右の引っ張る力を均一にすると綺麗に編めます。さっきはプラゴムで簡単に縛ってみましたが、もししっかり持たせたいときはこういう糸ゴムを使って糸ゴムを2つに2つにしておいた状態で、2つにした方をで加えて縛っておくと長持ちします。ちょっと今はある糸ゴムで縛ったので色が黒ですが、髪色に合ったものをやると馴染みます。次にエクステ入れて編んでいきますが、この2つの部分を交差するデザインにしていこうと思うので、ここの2つのブロッキングだけ交差させた位置のあたりでさらに分け取っておきます。でも準備して2つに折った真ん中のところ、ここを片側だけ裂いて3つにしておきます。こっちも3つに分けたら、こう3本合わせていきます。エクステと地毛なじむようにちょっとねじっておいて、しっかりひねりながら編み進めます。
けてあるここまで編み終えたら、こう進みたいのでここのブロッキングを外します。手を離したいときはある程度ちょっと編んで止めておくと離せます。ある程度ちょっとここは長く編んで止めておきます。次隣に移ります。このここをもうちょっと際から編みたいとき、ここの先からしっかり編みたいときはエクステの量が多いとどうしても下がりやすいので、エクステの量を本当に減らして少しずつ編んでいくとずれにくいです。なるべく後ろに引くとどんどんずれてっちゃうので、後ろに引かないようにして、その状態で何回か編んでから毛を足していくとずれにくいと思います。編み進めたところで残りの毛を足します。残りの毛を足すときは2つのまんまで、こことここに足す感じですね。左右にこう足してあげて、進めます。そうすると毛の量が、足した毛の量がこう均等ではなくなってきてしまうと思うので、何回か編み進めた後に多いところからちょっと少ないところに出してあげると、
バランスが良くなります。先をこういう感じに三つ編みに仕上げたいときは、エクステ入れた状態でまず毛先まで編んでいきます。エクステも少なくなってくるので、半分に切ったエクステをちょっと足していきます。地毛がほぼなくなってで、エクステだけになってくると思うので、そうなったらところでこの毛先の部分の一部を取ってぐるっと巻きつけるようにしてちょっと縛っておきます。縛ったらその結び目のところを、これはファイバーのエクステなのでライターで炙って溶かして固めます。ある程度固まったら、いらないところはちょっと切ってしまって、毛先きれいにするようにちょっと軽くまた炙って指でなじませていきます。やけどには気をつけてください。こんな感じです。仕上がりになっております。